ちゃこんにちは。はい、はい、ゆたかさん、はい、はい、今日も3連戦振り返りの時間です。そうだな、はい、いろいろなんか変則日程のチームもあったりとかいろいろして、そうなんですよね。まあ2試合やって、今1試合やって移動だとか、うん、でまた同じカードを本拠地でやるとか、なんか変なね。まあ2試合やってなんで1試合休むのかなみたいな、そうそう、まあそういうところもあるしね。なんかあるんでしょうね。まあなんかあるんやろな。なのでね、2試合だったところが、はいはい、ね、いくつかありますけど、いくつかあるね、はい。まあ豊かの視点、3連戦を振り返る、うん、ね、まあどうだったかなということで、看板やちいちゃん、はい、はい、よろしくね。よろしくお願いします。はい、はい、こうなりました。はい、ということで、ね、セリーグはね、2試合だったところが2カードありましたね、はい、そうだね、こことここね、うん、はい、ということで、まずは DeNA 対中日、はい、はい、中日が2勝で勝ち越しました、はい、はい、ヤクルト対ジャイアンツもジャイアンツが2勝ということで勝ち越しました、はい、はい、阪神対広島は広島が2勝1敗で勝ち越しです。はい、ということで、はい、まずは DeNA 対中日、はい、ね、DeNA ジャクソン、うん、小園、うん、待ってました、初登板やってきましたということで、ね、はい、小園で中日の方は、はい、小笠原松葉というね、うん、ピッチャーを持ってきました、はい、ね、1試合目、はい、3対1中日、うん、ね、これまあ、まだ早いけどさ、首位攻防戦だったんだよね、はい、でこの試合、中日が勝つと、うん、2891日ぶりの単独首位になるという、ね、で8年ぶりということで、本当ね、そんなに経つんですね。いや本当そうだね、うん、で、まあ、3対1で勝つわけだけども、はい、まあ、中田が3打点、うん、でそのチャンスを作り出してるのが田中ね、はい、まあつなぎ役としてもいいし、うん、まあ守備でも貢献するとかね、うん、でやっぱ小笠原もこの日一点に抑えということ、うん、まあなんていうのかな、やっぱなかなか点上げないね。いや本当ね、ずっとここのところね、ロースコアの、うん、試合ばかりですよね。そうだね、うん、でこの試合でね、まあ、初回にね、いきなりチャンスを作って、はい、まあ、3番高橋周平にバントを命じるんだけど、うん、これ失敗という、はい、ね、まあ、だけどこれね、中日の戦い方見てると、うん、やっぱ3点取れば勝てるね。なるほど、なるほど、だいたいこうゲームになるし、勝ちゲームになる公算が強い、まあ、そうなってくるとやっぱ中田以外、うん、やっぱバントの準備はしといた方がいいね、しっかり。なるほど、ここを失敗しないように、まあ、次のバッターに送って、まあ、タイムリーを待つなり、まあ、サードだったらスクイズなり、うん、そういった細かい野球で俺は十分勝っていけると思うわ。うん、うん、だから中田以外もう細川にしっかりやっぱこうバントのね準備を、まあ、しとく方がいいと思う、うん、そしたら本当にこの投手陣、まあ、つなぎに入って9回まで行くとほぼ 100% 勝つね、うん、まあ、何かね、起こらない限り通常通り行くとということですね。そうだね、うん、あとはやっぱり守備もいいし、守備も田中が入ることによって、はい、セカンドにね、うん、まあ、非常に締まるしね、うんうん、で外野の守備、はい、まあ、守備固めに入ったりとかするとさ、うん、やっぱりいいしね、だからなかなかやっぱこう中日いいよっていうようなことね、はい、はい、で DeNA の方、はい、DeNA の方はねちょっと渡辺が心配だな。そうですね、やっぱこうその華々しくさデビュー戦を飾り、まあ 次、 ね、うんうん、次の日も活躍したけども、はい、そっからピタッと止まってんだよね、うん、でこれっていう活躍ができてないんだけども、なんていうのかな、こう一番に入れてる意味って何なんだろうって考えるとさ、うん、やっぱ渡辺のオープン戦から考えると、うん、出塁率だったんだよね。そうですよね、うん、でオープン戦の方が確かに良かったんだけども、うん、やっぱ公式戦になってここまで来てフォアボールが2つぐらいしか取れてないし、うん、でまあ出塁率がやっぱ悪いよね、うん、だからここら辺はやっぱこうちょっと考えなきゃいけないし、渡辺をどういう風な一番になりたいのかさせたいのか、うん、やっぱ少し教育した方がいいかもわからないね、うん、やっぱこのままではやっぱせっかくオースティン、佐野、牧、宮崎っていいバッターが続くだけにさ、うん、やっぱその前にやっぱいかにランナーを置くかだからね、うん、
だからまあそこら辺がちょっと課題が見えてきたかなっていう感じがする。これは打順を組み替えるというよりは渡来選手を一度こう控えというか、いや控えじゃなくて関根が当たってるんだったら、ね、やっぱ関根をポイントゲッターにするよりは、うん、やっぱこうチャンスメイクするような選手にした方が今はいいかなっていうような感じがするね。じゃあこの今のスタメンの中である程度こう打順を下げてっていうか、でまあ疲れも来る頃だから、まあ、1試合2試合、まあ、休ませてもいいかなっていうふうには思うよね、うん、なるほど、はいはい、で2試合目、はい小園と松葉、うんね、6対1、まあ、中日ということで、はい、まあ、この日負けたらまた首位が入れ替わったんだけどもさ、まあ、中日ですね、あ、まあ、がっちり首位をキープということで ね、うん、ねえ、もう大注目の、ね、小園投手登場だったんですけれども ね、うん、そうだね、うん、2回、76球、うん、7安打5失点、はい、ね、2回3分の2投げてますね。そうだね、はい、で、まあ、小園がノックアウトと5失点ということで、うん、まあ、点の取られ方が悪いね。なるほど。やっぱフォアボールを出すばっかりに内野ゴロの間に1点上げるとか、うん、まあ、そういうこともちょっとね、フォアボールが絡むからそういうふうな失点になるだけで、まあ、ボールの力だとか、まあ、初登板を考えると、まあ、相当な緊張感もあったけども、うん、まあ、だけどちょっと点の取られ方が少し悪かったかなという感じがするよね。うん、まあ、それと、まあ、これ松尾と組ました。そうでした ね、うん、松尾2年目小園3年目、はい、でこの若いバッテリーで、まあ、DeNA の将来は背負っていくのかもわからないけども、うん、やっぱ小園の気持ちとすれば、うん、初登板で後輩と被るよりはやっぱ先輩ベテラン、まあ、伊藤光がいるけども被ってあげた方が俺は良かったような気がするんだよね。山本選手とか、そうそう、山本とかね、はい、いいよいいよ、おいでおいで来いよ、うん、思い切ってもいいよって言えるような。でね、西武がね、まあ、竹内を先発させたよね、うん、この前ね、うん、その時にやっぱ住谷とベテラン住谷と組ませてるんだよね、うん、で竹内のいいところをこう引き出してるわけ。それができるのは山本であり伊藤光かなっていう、松尾が悪いっていうわけじゃないけど、うん、将来的にはこのバッテリーでいいと思うんだけども、はい、松尾にまだそういう経験がないからさ、うん、2人とも必死でやる、うん、うん、だからちょっと小園にとっては伊藤の方が良かったのかなっていう、松尾も負担がかかったと思うよこれはね。なるほど。なんかイメージ若いバッテリーというと、うん、ロッテの佐々木投手と松尾選手っていうイメージとかあるんですけど、あ、松川ね、あ、失礼ですね、松川捕手、うん、そうだね、まあ、だけどそれはもう絶対的な佐々木がいるし、うん、小園はそうではなかったと思うんだよね、うん、だからまあこれで本当に最初にさパチッと勝って、うん、うまくいっとけばまあ、新しいバッテリーの誕生かっていうふうに言われたけども、ね、うん、まあ、そこら辺も考えたのかなとは思うけども ね、まあまあ次もしチャンスがあって投げるときはちょっとベテランにかぶさせてみてどういうピッチングになるのか、うん、まあ、それは見たいよ ね、はいはい、まあ、でも中日はね、だから言ったように、まあ、フォアボールを絡めながら効果的に点を上げていったということね、うん、で松葉もやっぱ投打に活躍するという、はい、本当ですよね、まあ、しっかり投げるし、うん、タイムリーは打つしということでね、はい、うん、でまあ、中日は10安打、 DeNA は4安打と元気がないというね。15安打ですね。あ、15安打ね、はい、で DeNA は4安打というね、うん、まあ、中日もなんかこうね、耐え忍んできたらバッティングが好調になってきたなという感じがするよ ね、中日15安打ってすごいですね、はい、うん、うん、まあ、次のカードもね非常に楽しみだけどもね、はい、はい、続いて、ヤクルトと巨人、はい、こちらも2試合でしたね。そうだね、初戦はね鹿児島持ってったんだよね、うん、で1日空いて、まあ、今日試合がやったんだけども、はい、ヤクルト、小沢、うん、高橋圭司で、巨人は山崎より、うん、菅野と。で試合目、ね、2回竹岡のタイムリーで先制するけどもさ、はい、5回に岡本の2点タイムリー、うん、7回には2アウトから、レフトにホームランという、岡本一人で勝ってる ね、まあ、そんな感じだよね。で山崎より5回3分の2、6安打1失点、うん、
まあ、3四球でデッドボールが2つという ね、 うね、ちょっと乱調だったんだよね、うん、まあ、乱調ながらやっぱ昨年の10勝の自信かな、うん、なんかこう、まあ、ランナーは出すけども要所要所をこう頑張っていくというね、うん、まあ、そういうピッチングだったよね、はい、で、まあ、ヤクルトが乗っていけない、なかなかこれはね、やっぱり村上が41打席この試合でね、うん、ホームランなし打点なし、うん、まあ、苦しんでんだよね。ねー、でヒットは出てるんだけどもさ、うん、いい感じの当たりもあるんだけども、少しちょっとやっぱちょっと違うかなって、村上じゃないなっていう風な、まあ、姿なんだよね。これは何がっていうことは特にはないですか。なんだろうね、なんかもうこう大谷と再会してからおかしくなってんだよねやっぱバッターとして憧れるよね、うん、当然ね、うん、でそれに近づきたいっていうのもあると思うんだけども、なんかちょっと迷走してるところもあるんですか。まあ、それはあるよな、うん、まあ、それと、まあ、ジャイアンツがねノーアウト 1-2 からバントした、うん、でサードに投げようと思ったら村上がもう出てきてるとか、うん、ちょっとね、ちょっと違うんだよね。なんでしょうね、やっぱ迷いだろうね、うん、で今日でもこうシートノックを打ってやってる時にやっぱこうサードベースのところでこうタイミングの取り方とかやってんだよね、うん、だからまあ打たなきゃいけないっていうのは分かるんだけど、こう切り替えができてないような気がするな、うんうん、何もかもにこう全部に影響してきてる感じですね。まあそうだね、うん、で鹿児島では3対1で巨人の勝ちということで、はい、で今日、うん、神宮ね、はい、5対0、うん、巨人ということで、うん、まあ高橋奎二、うん、ね、菅野の投げ合いで、まあ、5回まで 0-0 だったんだよね、はい、で6回、うん、岡本から始まる打順、岡本取った三振に、はい、うん、で坂本打ち取った、この2人に苦しんでたんだよ序盤から、うん、フォアボール出したりとかしてね、うん、満塁を作っちゃったりとかしてたんだけど、うん、あ、この2人を打ち取って2アウト、うん、で佐々木にフォアボール、うん、で2球目にスチールされて小林にタイムリー、ね、だからね、こういう試合ってね意外とね、うん、伏兵って言っちゃかわいそうだけども、うん、悪いけども、うん、そういう人にやられる傾向があるな、うん、やっぱもう絶対マークの岡本坂本にはああ打ち取った、その後だよね、ほっとしたら、ほっとしたっていうね、うん、で、まあ、8回にはその佐々木が、まあ、犠牲フライ、うん、まあ、9回には吉川のタイムリーというね、うん、まあ、菅野が2勝目、はい、防御率が 0.00 ということで、うん、でそれを引っ張ったのが小林、ね、で小林が打のヒーローというね、素晴らしかったですね、うん、だから、まあ、見事な試合展開だったんだけど、はい、まあ、5回にね、うん、萩尾が先頭打者出て、うん、エンドランエンドランってかけるんだよね、うん、で次に単独出塁してアウト、うん、でその回結局三者凡退で終わったわけよ。そうですね、3人で終わって、はい、やっぱ流れが悪いなって思ったんだけども、うん、阿部監督がまた動かしたよね、うん、ここの勇気だよ、うん、ここでいやさっき失敗してるからなってひるむと、うん、この試合どうなってたかわからないけども、うん、やっぱりまあ2アウトで佐々木、うん、バッター小林、うん、走ってもいいんだよね、走ってもいいケースでなんだけども、うん、やっぱ前の失敗をひるまなかったということで、9回は見事だったのが、はい、吉川に送らそうとしたんだよね、はい、ワンアウトから、うん、1、2塁で、はい、ボールストライクになって、はい、うん、あ、これ送って門脇と勝負させるのかなっていうふうに思ってたんだけど、うん、やっぱ配球を考えてバントだったら絶対まっすぐでやらしに来ると思ったんだよ、うん、それをものの見事に吉川が打って2点タイムリーになった、うん、ね、みんなバントだと思いましたね、まあ、バントだと思ったけども、はい、でも一抹の不安はあったねなるほど、いやこれ簡単にバントさせるかなと思って、うん、でもオスナがそれまで後ろに守ってたのをヤクルトベンチが前に出したんだよね、はい、でヤクルトベンチもいやこれも絶対阿部監督の性格だと送ってくるっていうふうに読んだんだろうね、それを裏書いたんだよ、うん、だからバッテリーもまっすぐでやらしに来てるんだよ、うん、それを分かって多分サイン出してるね、うん、ああこれは大したもんだなと思って見てたけども、なるほど、見事な今日は
攻撃でね。ねえ、そうですね。まあ、それと、うん、あの中川がね、7回に出てきた時に、はい、ピンチを招いて、はい、すぐバルドナードにスイッチしたんだよね、うん、まあ、そこも良かったね、うんうん、あの決断が早かった、はい、あのまま中川が投げた同点もしくは逆転を食らってたかも分かんないね、はい、だからまあそういう意味では非常に今日は動いて決断して、うん、まあ、あの巨人は勝ったっていう感じがしたね、はい、この時もね三振で切り抜けたっていう、そうそうそう、ね、まあ、三振でね、はい、一番山だったのはやっぱり塩見だったと思うけども、うん、やっぱ見事にね力でねじ伏せたという感じがする、はい、それとまあ高橋奎二、うん、もう本当に、ね、気持ちが伝わってくるわ、うんうん、で6回を1失点かな、うん、で投げ切ったんだけども、はい、あ、まあ、ちょっと勝たしてやりたかったね、うんうん、もうね1回なんて3人とも三振で立ち上がって、まあ、そうだ なんかすごいなってちょっと良すぎるなとは思ったけど、ね、されましたけど、でねこの試合でやっぱりね、まあ、鹿児島の時からもそうなんだけど、うん、岡本の凄さ、あの木澤から二塁打を打つシーンなんかは、はい、あのランナー一塁に置いてね、あのチャンスを広げる場面なんだけども、はい、やっぱ木澤ってやっぱシュートピッチャーなんだよ、はい、でそれを外の変化球とかファールにしながら、はい、やっぱそこを待ってんだよね、うん、でそこを投げさすようにしてるんだよね、はい、だからこういうことを岡本できるようになったんだと思って、うん、それを的確に捉えるんだよ、うんうん、だから見事だなと思ってね、なるほど、まあ、打率も4割乗せたからね、うん、まあ、やっぱすごいわね、はい、まあそういうことで巨人の2連勝、はい、ね、続いては阪神対広島、まあ広島ずっと完封負けしてる、で阪神村上、伊藤、西勇輝、はい、で広島は床田、アドア、うん、大瀬良ということでね、はい、昨年の MVP 村上、うん、ね、今1対0で勝つわけだけども、はい、109球、2安打、うん、8奪三振、ね、うん、無失点ということで、はい、まあ、初回、まあ、1回、2回ちょっともたついたんだけども、うん、まあ、それからはすごく安定してたね、うん、まあ、昨年の村上が戻ってきたかなっていうような、ね、まあ、安定したピッチングがちょっと見れたんだけども、前回登板とはまた全然違ったってことですか、ね、まあそうだね、うん、ただ状態の悪い広島相手だからかなっていうふうなことも感じられたんだけども、うん、まあこれが本物であってほしいよね、うん、まあ、昨年みたいな投球に戻ってくれるとね、はい、で決勝タイムリーは5回ライトへのヒット、まあ、ヒット近本がね、はい、あのヒットを打つんだけども、うん、あの木浪を置いてね、はい、これが決勝タイムリーという、うんうん、1対0でお立ち台には村上と近本、はい、共に淡路島出身、ね、淡路島コンビでね、本当かなと思うのがさロッカールームで、うん、今日は2人でお立ち台行こうぜみたいな、なんか言ってたって言ってましたね、そうそうそう本当かよみたいな、うん、でもそういうことをなんかね、まあそうか、そういうこと言うかな、俺も山口県の人間が隣にピッチャーでいたとしたら、うん、お今日お前山口コンビで行こうぜ、まあ言うな、うん、言うかもな、まあね、相手がね野手だったらいつもいるんだけど、うん、ピッチャーでってなると今日はやるみたいな話になったんでしょうかね、まあ、だからまあ近本がね、うん、見事に村上を救ったというね、うん、まあ試合になったけども、はい、まあ、広島は4試合連続完封負け、うん、セ・リーグワースト、まあ、4試合のうち3回が1対0なんだよね、うん、の負け、だからいかにピッチャーが頑張ってるかだよ、うん、ね、まあ、完封されるっていうのは、まあ、状態も悪いと思うけども、うん、まあ、とにかく点をや取ってあげないと ね、ただもう4試合、0点が続くとさ、まあ、どういう状況になるかというと、やっぱり野手はプレッシャーかかるんだよね、タイムリー得点圏に行くと、うんうんうん、やっぱりここで打たなきゃいけないとか、なんとかチームを救わなきゃいけない、だからもう負の連鎖がずっと回ってるというか、だからまあ1点取ったら咳を切ったように多分入っていくと思うんだよ、うん、その2試合目、うん、2対6、6対2で広島の勝ち、はい、ね、まあ点を取り、もうとにかく点を取りたい、あの広島はさ、うん、まあ、初回小園の内野ゴロの間にやっと1点が入ったんだよ、はい、
これがきっかけだよね、うん、まあ2回は相澤タイムリーから野間菊池小園の3者連続タイムリーで、うん、まあ、一気に勝負を決めるね。まあ伊藤がこれだけやられるっていうのもさ、うん、甲子園だよ、ね、これも非常に珍しいんだけども、だけどやっぱこう広島がね一気団結して、うん、今日は絶対点取ろうぜみたいな、まあそういう気持ちが、まあ、伊藤に襲いかかったのかなという、まあ、感じはするけども、うん、やっぱ不思議なもんでさ、そういうプレッシャーが解放されるとやっぱこう伸びる打つね。なんかみんな見えないものに縛られていたような、まあそうだ ね、 だけどやっぱこう相澤がねポイントを握ってんなと思ったのは、うん、相澤のバッティングの状態って良かったんだよね、はい、でこの日使ってさ、やっぱ相澤が突破口を開いてくれたと言ってもいいと思うんだよ、うん、まあ、小園の内野ゴロの間にっていうけども、まあ、相澤のタイムリーが出て非常にみんなが楽になったというかね、うん、やっぱさすがベテランだなと思うよ ね、 ね、はい、はい、この日はね13安打そう前の日3安打でしたからそう、うん、ね、10本も、ね、4倍以上ですよ、はいはい、でね、投げてはアドア、はい、アドア投手ね、はい、5回3分の2、うん、89球6安打、はい、まあ、2失点というね、うん、まあその中で9個三振取ってんだよ。そうですね、5回3分の2で、はい、これは見事だし、うん、まあ、アドアが一皮むけたなっていうような感じがするね、うん、本当ですね、まあ、昨年の後半、はい、もう終盤か終盤ですね、パッと投げた時に、うん、アドア変わったなと思ったのに、そんな話ありましたね、うん、で今年どうかなと思ったらやっぱ前回も勝ったし、そうですね、まあ、非常にアドアがなんかこう安定してるなっていうような感じがするよね、ね、はい、先発の一角を担うようなピッチャーになりますね。いや、なんかね、はい、うん、でね、まあ、伊藤がね甲子園で珍しくね、まあ、どちらかったというかさ、そうですね、2回49球8安打、うん、6失点というゲームを作れないというね、うん、まあ、非常になんかこう珍しいなっていう、三振もないけれどもフォアボールもないけれどもそうそう、いいようなね、まあ、とにかく打たれたというね、打たれてしまいましたね、はい、うん、まあ、ちょっと流れが悪いな伊藤のね、はい、で3試合目1対0広島、うん、ね、まあ投手戦も間違いなくね、もうずっとゼロですもんね、まあそうだね、うん、大瀬良が7回90球4安打無失点という、はい、で西はそれ以上8回120球5安打無失点という、うん、ね、うん、で負けがついたのが9回投げたゲラ、はい、ね、まあ、9回先頭小園がヒット、うん、まあ、堂林に送らした、まあまあ当然だね、まあ、4番は打ってるけど も、 もう、ね、まあ、1点差ゲームでね、うん、でツーアウトになるけど田村やりました、やりました、ね、期待の田村、うん、タイムリースリーベースヒット、うん、ね、やっぱ田村はやっぱいいな、うん、うん、やっぱ勝負強いし、はい、やっぱ何か持ってるねこの子は、うん、はい、で阪神負けた阪神、はい、まあ、中軸が打てないと非常に苦しい、うん、ノイジー、大山、佐藤、森下って打順を組んでるんだけど、うん、3番からね、うん、今後もうノーヒットという、ね、まあ、近本、中野っていうのがね、非常にこう戻ってきてるだけに調子がね、まあ、近本なんかいいよね、うん、やっぱ中軸が打ってくれないとさ、やっぱ点にもならないし、やっぱね盛り上がらないよ、うん、うん、ね、だなんか今年の阪神はちょっと重いね、ね、そうですね、うん、だ一発は中軸出るけれどもちょっと打率皆さん1割台ということでね、そうだな、だからまあヤクルトも村上がホームランない、うん、打点がない、うん、で、まあ、森下とか里輝にはホームランが出るんだけど、うん、大山がまだないよね、そうですね、うん、だからまあそういう意味ではやっぱ軸が打たないと盛り上がってこないのかなっていうような気がするね、うん、うん、確かにそうですね、まあ、大山頑張って、ねね、昨年あれだけの活躍したんだから、うん、ね、頑張ってほしいと思います、はい、はい、まあそういうセ・リーグでした、はい、はい、続きましてパ・リーグ、はい、はい、こうなりました。こちらも2カードは2試合だったんですよね、はい、はい、はい、ソフトバンクと日本ハムは1勝1敗ずつということです、はい、西武とロッテはロッテが2連勝の勝ち越しです、はい、うん、オリックス楽天は3試合ありましたがオリックスが2勝1敗の勝ち越しになりました、はい、はい、ということで、うん、まあ、ソフトバンク日本ハムも
まあ中日はないんだよね、うん、まあ2試合ということで1勝1敗、はい、で有原大関、はい、日本ハムは、山崎福也北山ということで、うん、ね、で1試合目は4対2で日本ハムが勝ちます、はい、で山崎伊織が、あ、山崎伊織じゃない、山崎福也が、はい、まあ移籍後初勝利ということでね、はい、で6回106球9安打2失点という、はい、まあ、近藤にツーランを打たれるだけに、抑えたという、うん、まあ、要所要所でね、4番山川にあの再三ピンチを迎える、まあ、山川を緩急で徹底した変化球で、うん、打ち取っていくね。でも、まあ、伏見とのバッテリーだったんだけどもさ、はい、度胸がいるんだよ、遅いボールを使うっていうのは。なるほど。いやだけどそれはね、度胸よくし、あの、いや、山崎幸也も信じて、はい、伏見もよくサイン出してたね。うん、だからもう山川がいつ来るんじゃないか、いつ来るんじゃないかって、懐にいつ投げられるんじゃないかと思いながら、うん、多分待ってたと思うんだけど、はい、ことごとく遅いボールでやられたというね。うん、でも見事な配球だったね、そこはね。なるほど。はい。はい、まあ、有原は良かった、はい、トータル的には良かったんだけど、初回4失点、うん、で、あとはずっと抑えていくんだよね、はい、だからその初回、じゃあ日本ハムがどういう攻撃をしたかというと、うん、郡司がもう積極的にいったね、今日、この日は郡司が一番、はい、ね、ライトオーバーのツーベース、うん、ノーアウトランナー二塁、うん、続く松本剛、うん、徹底した右打ち、はい、やっぱね、有原も投球術があるだけに、引っ張らせないとか、うん、あ、流せないとか、流しにくいボールを選択して投げてたんだよ、うん、でも見事に打ち返したね、松本剛が、うん、これができるのが松本剛の価値だね、うん、で、1、3塁から、まあ、万波ヒット、はい、マルティネスデッドボールみたいな、うん、まあ、そういうのでだんだんチャンスが広がっていって、うん、水野がタイムリーを打って、はい、まあ、都合4点を挙げたという、うん、ね、だから非常に見事な初回の攻撃で、まあ、逃げ切ったという ね、まあ、山崎幸也も、まあ、10勝投手だけに、まあ、これだけ点があったら、まあ、要所要所を締めとけばいいっていうような、まあ、少し余裕も感じたけどもね、うんうん、だから非常に見事な、まあ、山崎幸也、うん、ピッチングでした。はい、はい、2試合目、大関北山、うん、6対3、はい、ね、ソフトバンク、うん、北山がね、この前ものすごい量があった。そうですよ、うん、まあ、この日もね、うん、そんなに悪いとは思わないけども、はい、なんて言うんだろうな、この前の時よりもやっぱこう制球があまり良くなかったかな。うんうん、三振も10個あるんですけど、フォアボールが4つっていう。まあそうだな、そうだね、うん、で日本ハムの方は、まあ、郡司万波のホームランなので、うん、まあ、点は取るんだけどもさ、うん、まあ、それを上回ったのがやっぱソフトバンクの打線のつながり、うん、牧原、周東、今宮とかね、うん、で今日は山川がタイムリーを打つという、借りを返すというような、うん、まあ、勝ち越しでは打つんだけどもさ、はい、非常にやっぱこう、なんていうのかな、ソフトバンクの方は下位打線から上位に回ると、やっぱ上位に周東、今宮、うん、この2人っていうのはよく当たってるからさ、まあ、打線がつながってくるね、うん、だからそういう意味では、牧原とか要注意だったんだけど、まあ、そこから回されて、まあ、タイムリーとかで、まあ、追加点を取られたというね、うん、まあ、これはやっぱりソフトバンクの強さかなという感じがするね。うん、はいはい、で日本ハムはここに来てちょっと苦しくなってきてる。でそれを感じるのはスティーブンソン、うん、マルティネス、はい、レイエスがちょっと不調なんだよね、うん、この3人が頑張らないと A クラスは絶対ないよ、うん、で新庄監督もどこがいいのかなとか、スティーブンソンも1番に持ってきたり5番に持ってきたり、また下位に持ってきたりだとかさ、マルティネスっていうのは昨年の4番としての実績があるからね、うん、4番をこう不動として使ってるけどもさ、だけどまあレイエスもなんか状態、まあ、日本の役にはまだちょっと慣れてないかなという、うん、
でスティーブンソンというのは俺ものすごい期待してるんだけど、なかなかこう結果がついてこないね。でもこの3人がやらないと、あの日本ハムはだん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 苦しくなるから、まあ、苦しくなる前にちょっと状態上げてほしいなと思うよね。ねえ、うん、まだ3選手1割台でマルティネス選手はまだ1割にも届かない打率なのでね。でね、タミヤキャッチャーの、はい、でショートの水野、うん、この2人がものすごく成長してるし、うん、頑張ってるから外国人が絡むとやっぱ万波松郷とかさ、うん、これはねもう絶対やってくれる選手だから、うん、そしたらもうなんていうのものすごい怖い打線になるわけよ。そうですね。で今ねその3人が頑張らないと日本ハム本当苦しくなるからね、調子を上げてほしいと思います。もうねそれを待つって感じですかね。お願いします。はいね、うん、はい、続きまして西武対千葉ロッテ、はい、1試合目はねあの大宮でやったんだよね、はい、土のグラウンド、うん、ですぐ戻ってベルーナドームという、うん、で1試合目が平と2試合目が竹内、ロッテは西野とメルセデス、はい、ね、1試合目、5対0ロッテ、はい、ね、西野が昨年8月以降以来、うん、の勝利、はい、7回89球5安打無失点、うん、まあ、この日はね打ってほしい選手が誰かというと中村翔吾、はい、ね、先制のタイムリー、うん、まあ、続いて、捕手のキャッチャーの田村も2打点という活躍をしたというね、はい、でこの試合でちょっと残念だったのが源田の珍しい送球エラーから、ね、あのピンチが広がり、うん、続く中村翔吾がタイムリーを打ったという、うん、で、まあ、平もね悪くはなかったんだけども、はい、まあ、7回104球7安打3失点、うん、ながら自責は1なんだよね、うん、だから頑張ってるんだけどやっぱね今年のね西武はねそういうエラーが目立つ。エラーがなんかこう失点につながるというか、でやっぱピッチャーはいい、まあ点は取れないにしてもなんて言うんだろう、しっかり守れば、うん、負けることはない、で、まあ、そんな感じだったんだけどやっぱり、ね、なんていうのエラーが重なるとさ、うん、どうしてもやっぱ失点につながるというね。ね、なんかそうですね、うん、エラーの後の失点っていうのはちょっと目立ってるような気がしますね。まあ、そうだね、だからパ・リーグの中で一番多いんだよ。うん、うん、だからちょっと気をつけてほしいなと思うよね、はい、で2試合目、まあ、竹内が2回目の登板、うん、7回88球2失点、はい、ね、うん、非常にゲームも作るし、ただ降りた時には勝ちの権利もなかったというね、うん、で、まあ、ロッテ打線がどういうふうに攻めたかというと右打者が特に反対方向に打とうという気持ちが強かったね、うん、それで捉えられることがすごく多かったかなっていうような感じがするよね、はい、うん、だからそういう対策がもう各球団練られてるということだよね、うんうん、でメルセデス、まあ、よかったね、うんうん、うん、まあ、しかし、まあ、沢村抑えに横山がそれぞれ1失点をし、まあ、延長になるんだよね。そうですね、うん、でその延長を導き出したのが中村おかわり君のホームラン、これはすごいな、やっぱおかわり君、いや、あのホームランは狙ってたからね、完全に狙ってあそこにホームランを打てるっていうさ、ずっとこう外の球を投げられてたんだけど、なんかピクリとも動かないというかさ、うん、ずっともう一本インサイドの甘みみたいなのを狙ってたと思うんだよ、はい、でもねそれを一振りで決めるんだよね、その高めを、うん、でみんなこんな打ち方するじゃん煽ってねだけどあのちょっと高めのボールあれ煽ったらおかわり君っていうのは煽らないんだけど、決して煽ってたら絶対ホームランにならない、うん、こうバーンと叩きにいってるからね、うん、あれがやっぱ瞬時にできるっていうこの中村くんの、うん、中村くんおかわりくんのおかわりくんのあのバッティングのセンスはすごいなと思ったね。
ねえ、もう感動するよ。このタイミングでのこのホームランは本当にね、うん、でも行くんじゃないかっていう雰囲気があるからな、うん、でまあそれでね、感動しながら感動しながら、はい、まあ10回、はい、延長10回に感動したんだけど、友杉、うん、はい、ロッテンね、うん、先頭バッター、はい、うん、西武のあの抑えのピッチャーね、はい、アブレイユ、アブレイユ、はい、から追い込まれて、うん、外の本当に難しいスライダーを、うん、バットを投げ出すように、はい、出して、うん、まあライト前ヒットというね、で続く岡、はい、ね、まあ当然やっぱり右の方向に打ってくる、うん、ああやっぱ打ってきたか、あこれゲッツー取れるけど他の足じゃ無理かなと思ったら外崎がエラーというね、それでまたピンチが広がり、まあ外がね、まあ、決勝タイムリーという、うん、で、まあ、一塁が空いてたんだけどもさ、まあその後茶谷とか、うん、こうバッターが続くんだよね、うん、でもう一か八かで外を歩かしてもいいなとは思ってたんだけどもさ、うん、まあ勝負行って、まあ、決勝タイムリーを打たれるというね、うん、まあそういうことだったんだよね、はい、まあ、ちょっともったいなかった。でこの2試合見て、うん、やっぱり気がついた、まあ見てるね、見てくれてる人はもう気がついたと思うけど、やっぱエラーが絡むと勝てないということだよね。これは再三ね、うん、言っていますかね。まあそうだね、ただ、うん、西武はピッチャーがいいだけにさ、うん、やっぱそこら辺はしっかり守ってほしいなと思うよね、うん、で打てないっていうのはもうみんながもう周知の承知だからさ、うん、そしたら守りだけは守ろうとかね、まあそういう意識を高くやってほしいなと思うね。まあ誰しもエラーしようと思って守ってる人は誰一人いないんだけどもね、まあでも慎重にねやってほしいと思います。やっぱりこうね、延長の中で1点をってなるとちょっと硬くなったり、まあそうだね、プレッシャーかかったりしますかね。まあそういうこともあるよね、まあでもそこら辺はね乗り越えてほしいなと思うね。はいはい、はい、最後オリックス対楽天、1試合目が田島、次高島、山下俊平太、うん、で楽天はポンセ、岸、内、はい、なんか淡白だね楽天岸、内ってねはい、で1試合目5対4、うん、オリックス、まあこの田島っていうのは、うん、まあ、楽天キラーなんだよね、うんうん、5回2失点ポンセは5回5失点というね、はい、まあ今日も田島が勝つんだけどもさ、うん、なんかこうずっと負けてないらしいんだよね田島がね、楽天にやっぱ苦手意識があるのかなって、攻め込んでるんだけども要所で打てないというね、うん、でまあ、田島も要所でこう抑えるという、うん、でこの試合で、まあ、西の中が森が打って勝つんだけどもさ、はい、やっぱもう再三言ってるようにオリックスの主力がもう少し頑張らないと、うん、ちょっとずっと苦しさが続くかなというね、うん、で楽天の方はオリックスを上回る10安打、うん、ね、オリックスは9安打、ね、ただやっぱこうつながりが悪いなっていう感じがするな、うん、だからなんていうの、まあ田島だから、うん、まあつながせなかったとは言えるかもわからないけども、やっぱこう苦手意識だとずっとそのピッチャーが当たると負けてしまうというね、うん、まあ、そういうことではいけないと思うし、まあなんとか手を打たないとね、うん、まあ、我々も、まあ、自分のことを言うのはおこがましいけど、斉藤正樹という投手にねずっとやられた歴史があるんだけどもさ、はい、まあ、その時にねやっぱり誰か起死回生のホームランを打つとかで終盤に、まあ、そういうことが出るとそのまま逃げ切れるというかさ、うん、だから一つくさびを打つとまた流れが変わってくるから、まあ、早くこういうね苦手なピッチャーは克服した方がいいね。2試合目は高島投手、うん、ね、まあ中継ぎで投げてるから、うん、初登板ではなくて、まあ、先発は初ということでね、で5回93球6安打、はい、2失点、まあ、しっかりね、うん、まあ、ゲームを作ってるということ、うん、ね、でドラフト5位で、うん、まあ、明治大学、うん、準硬式野球部ね、ね、まあ、それで社会人行って、うん、
まあ、ドラフトされるんだけどもさ、社会人は公式ですもんね。そうだね、うん、だからなんか面白い経歴を持ってんなと思ってさ、まあ、準公式では全国ベスト4だって、すごいね、うん、でまあ特徴はね、うん、シュートピッチャーだと思うんだよ、うん、で非常にこう、まあ、昔言われたカミソリシュートっていう平松さんがね投げてたボール、うん、だからあれがナチュラル気味にそういうボールを投げれるというね、うん、まあ、特徴を持ってるんだけども、まあ、全体的に見てるとボールが高かったね。なるほど、うん、あれが低めに選球されるようになってくると勝てるピッチャーになってくるという、うん、で高めが悪いっていうんじゃなくて低めに投げようと思ってるボールが高めに抜けてるんだよね、じゃなくて高めに投げようと思って高めにいってるボールってやっぱ力があると思うんだよ、うん、高島って力があるからボールにね、うん、だけどその低めに投げようと思って高めに浮いてるボールは捉えられるということ、うん、だからまあそこら辺の制球が良くなってくると、うん、まあ、勝てるピッチャーになってくるかなっていうふうに思うよね、はい、はい、うん、でこの試合で勝ったのが西垣、はい、3年目21年ドラフト、まあオリックス、まあこの初勝利ね、西垣はね、オリックス、楽天のね、楽天のね、はい、まあ初勝利おめでとうということで、うん、西垣ね、ですね、はい、プロ入り3年目ということで、うん、21年のドラフト6位、ただまあオリックスの方はセデーノが2本のホームラン、うん、投球を吐くけども、まあ、4点止まりというね、うんうん、でこれ延長になるんだけども、はい、まあ、鈴木、大地のヒットで、うん、まあ、勝ち越すというね、うん、でこの試合でやっぱこう感じたのは、うん、楽天の小深田浅村、うん、まあ、ここら辺がやっぱこう機能してこないと小深田の足っていうのが使えないよね、塁に出ないと、うん、そしたら浅村の勝負強さっていうのも生きてこないというかさ、うん、でオリックスの方は頓宮、紅林、こういった2人の右バッター、うん、これが復調してくれないとさ、やっぱなかなかこうちょっと厳しいだろうなっていうふうに思うよね、うん、はい、はい、で3戦目、はい、2対1、うん、オリックス、まあ、昨年昨日の勝利投手から1点今日は負けが西垣という、ね、もう派手やなと思って、昨日で1個ずつねまあそうだな、うん、まあ9回にねやっぱフォアボールを足がかりに、うん、まあ、紅林に、まあ、サヨナラ2塁打浴びるということなんだ、うん、だったんだよね、うん、まあこれ投手戦だったんだけどもさ、はい、まあ、山下俊平太、うん、5回107球、7安打1失点、うん、うち6回87球、5安打1失点というね、はい、まあいうことだったんだけどもさ、うん、山下俊平ともう少し長く投げれないかなっていう、うん、球数少なくね、うんうんうん、なんかそんな感じがするよ、はい、でうちやっぱスケールが大きいよねこのピッチャーっていうのは、うん、だからやっぱねこういうピッチャーをまあ楽天は庄司もそうだし、はい、うちもそうだけども、うん、やっぱスケールの大きいピッチャーに育つなっていう素材の投手は多いんだよね、はい、でもねやっぱそれは勝ち星をつけてあげないとやっぱ大きくなっていかないんだよね、うん、若手って、うん、やっぱ何よりの薬なんだよね、うん、でオリックスの方は山下宮城にまだ勝ちがつかないんだよ、うん、まあ確かにその打線も振るわないけどもやっぱこの2人が勝ち頭になっていかないとなかなかやっぱ今年のオリックスっていうのは苦しいだろうなと思う、うん、でやっぱこう首脳陣も宮城と山下で、うん、まあ山本由伸抜けた山崎幸也が抜けた、うん、この2人を担ってくれると思ってるからねこの2人で、だからそういう意味ではまだ勝ちがつかないっていうのはやっぱ苦しいんだろうなっていうふうに思う、うん、ね、まあ頑張ってほしいと思います、ね、まあ2勝1敗でオリックスが勝ったというね、はい、はい、もうこれで順位がね昨年優勝の阪神とオリックスが今5位というような、まあそうだね、セリーグは中日、DeNA、巨人、 DeNA と巨人は、同率2位ですけれども、はい、広島、阪神、ヤクルトと続いています、うん、パリーグはソフトバンク、
ロッテ西武が2位で、はい、日本ハムオリックス楽天というような順位になってますね。まあ、そうだね、はい、まあまあ始まったところだけどもさ、そうそう、まあ野球はやってる雰囲気がね、うん、やっぱ全然違うチームがあるよね、うん、こんなはずじゃないっていう、うん、だから早くよしよしっていうような、うん、まあ、雰囲気に、まあ、ならないといけないよね。そう、もうゲーム差が開いていく前にね。まあそうだね、うんうん、はい、はい、ということで、ピックアップ選手、はい、行きましょうか。はい、行きましょうね。はい、まずセリーグから。はい、セリーグから、はい、はい、こうです。西、はい、阪神西勇輝、うんうん、いや本当にね、よく頑張ってる今年。本当ね、うん、でやっぱ勝たしてあげないと、うん、かわいそうだなっていう、まあかわいそうはないけどもさ、あそこで頑張ってね、まあね、だから非常にやっぱこう味のあるピッチングもしてくれるしさ、やっぱ早く勝ってほしいということで、 DeNA、まあ、初登板小園、うん、まあ飾れなかったけども、この初登板をいい経験、うん、ね、にして、やっぱ何が足りなかったのか、どういうことをしなきゃいけないのか、すごく分かったと思うんだよね。まあそれをもとに、まあ、成長してほしいなっていう、いろんなことの詰まった初登板だ。まあまあそうだね、でしょうね、はい、で広島、はい、アドは良かったね、はい、とっても良かったですね。これはやっぱり一皮むけたっていう感じがするしさ、うん、ね、どんどん勝っていってほしいなっていう、ここ、ね、まあ、前も登場しましたもんね。そうだ ね、 ね、うん、はい、でヤクルト、はい、高橋奎二、はい、もうね、ファンはね、あなたの投球投げてる姿にやっぱ心を持っていかれてると思うよ、うん、やっぱあの投げてる姿っていうのはすごく美しいで、なんか気持ちいい、うん、だけどやっぱ勝たないとな、うん、だからヤクルト の、 その打者陣も、まあ、投げてるピッチャーも、まあ、菅野とかね、今日だったら、まあ、いいピッチャーが投げてるけども、やっぱこういうピッチャーを勝たせてあげないとさ、うん、その勝たすためには村上ね、頑張れ、うん、ね、まあまあ、1本出たり打点が1つくと、まあ席を切ったように多分ね、どん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 積み重ねていけると思うからね、もう頑張ってほしいと思うね。ポイントはこううまく切り替えるってことですか。まあそうだね、切り替えだな、うん、はい、もうね、初心じゃないけれどもね、うん、もっとシンプルってことですかね。まあチームも沈むしさ、やっぱ勝てない、うん、そうなってくるとやっぱこう責任をこうかぶるような、まあそういう責任感の強い男だけに、うん、まあ、早く切り替えてね、うん、もう次々って頑張って切り替えていかないと、うん、ね、はい、はい、中日、はい、中田、田中、はい、中日から中が3つついてますけど ね、 ね、なんていうのかな、うん、新しい俺コンビになると思うんだよ、うん、全然違うタイプの2人ですよね。でしょ、うん、でもこっちはつなぎ、こっちは返すという、うん、でこの田中がね、もう何をやらしてもできるな、うん、打てないのはホームランぐらいだよ。なんかね、もう予想通りの活躍という感じですか ね、まあ、そうだね、守備にしても、ね、うん、でもこの子が中田につないだらやっぱ打点になるような気がするよ、うん、やっぱなんかいい花を持ってる感じがする、うんうん、それにこう中田ね、うん、やっぱホームランじゃなくて、まあ、DeNA 戦で打ったようにライト前2本タイムリーヒットをね打ったように、軽打でいいからさ、うん、とにかく打点を稼ぐというね、はい、で巨人、はい、小林ね、あのね、悲壮感がないこの子にはあ、もうね、うん、どんなにピンチになっても、うんうん、大丈夫大丈夫って、うん、ここに来なさいみたいなそういうね、おおらかな雰囲気があるわけよ、うん、なるほど、だからすごくいいなと思ってさ、うん、だから菅野もなんかテンポよくなんかこう笑顔を見せながら投げれるっていうのはやっぱ小林のおかげだと思うよ、うんうん、やっぱりね、うん、このコンビは素晴らしいんでしょう ね、 そうだね。でも今日ダのヒーローにもな選ばれてたけどもさ、いや本当ですよ、でも良かったなと思ってね、うんうん、まあ今年はね本当に頑張ってほしいなと思う。これきっかけで打撃もね良くなるといいですね。そうだね、うん、で岡本、はい、やっぱねこうやねすごいバッターになってきたな、少々じゃ抑えられないというかさ、まあ、そんな感じがする。うん、うん、で調子が悪くても結果を出せるそういうバッターになってきたね。うん、それと相手のピッチャーに投げちゃいけないところを岡本に投げさせるだけの
なんかこう迫力が出てきたというかさ、うん、うん、そんな感じをこう感じたね、うん、まあこれからもっと大きくなっていくと思う。すごいね、すごい、うん、はい、はい、でパ・リーグ、はい、パ・リーグはこの6名です、はい、まあ、西武は竹内、うん、でね、まあ竹内が投げてる、まあ初戦はね勝った、うん、で2戦目は勝てなかった、援護点がなかった。これね、隅田を見てるようで、だから隅田にしちゃいけないんだよ。隅田も苦しいんだから、ね、その年は大変でしたもんね。大変だったよな、うん、もう本当にね、隅田もいい投手で、うん、いや勝たなきゃいけない試合が5試合ぐらいあったんだけどさ、ね、まあ援護点が長いとかさ、なんかそういうことだったんだけど、まあ、やっぱ早い大投手に育てようとしたら野手の協力がいる。やっぱ竹内の時は打ってあげないと、まあ、打とうとは思ってるんだろうけどもさ、ね、やっぱもっと意識を高くね、うん、持ってほしいなと思うよね、うん、はい、はい、でオリックスセデーニョ、はい、よく頑張りました。あなたはあなたはね、いや本当に、まあみんなが打てないからな、調子が上げてくるまで打ち続けてくれよという願いがあります、ね、で日本ハム、はい、松本剛、はい、やっぱ大した技術だな、うん、彼がやっぱり2番で仕事してる、ね、本当に打線のつなぎ役をしてる、うんね、でもランナーがいるときはタイムリーも打つし、うん、だから外国人がね早 く調子が上がってね松本がつないだランナーを返してほしいな。3名ほどねお待ちしてます。そうだで楽天、はい、西垣、うん、ね、もう2日がかりで勝ち負け、はい、連日ねもう大忙し、あんまりないですね、うん、だけど今がやっぱこうそういう勝ち星がつくっていうことはさ、やっぱチャンスをもらえてるということだし、うん、そのチャンスは本当に生かしてほしいなって思うね、はい、はい、でソフトバンク、うん、シュート、うん、やっぱバッティングが一皮むけた、うん、本当に走り屋っていうかね、うん、まあ、そういう印象が強いんだけども、でも本当にバッティングでも貢献できるようになってきたし、うん、まあ、非常にバッティングが良くなってきたね、うん、だからそのままそのまま続けて、ねね、頑張ってほしいと、はい、でロッテは友杉、いろいろねありましたね、ね、友杉選手ね、うん、田中に共通してるところがあるね、あ、中日の、うん、やっぱ守備うまいしさ、足は速いで、バッティングもここに来て状態がいい、うん、だからこういうことを続けてるとやっぱショート、友杉、レギュラー取れるよ、うん、うん、だから頑張ってほしいなと思います。はい、はい、というようなピックアップレイヤーズでした。はい、はい、まあ以上で3連戦の振り返り、うん、ちょっと長いかな、うん、長いよと思うけど、だって試合数少なかったのにいつもと変わらない。まあまあそうだね、まあしょうがないか、うん、でも話したいこといっぱいたくさんあるからね、まあ盛りだくさんの試合ですからね。まあそうだ ね、はい、うん、まあセ・リーグは中日がね8年ぶりの首位に立ってるということ、はい、ね、この状態は続けてほしいし、うん、まあね、阪神はちょっとね雰囲気も変えてほしいし、うんうん、でパ・リーグの方はやっぱソフトバンクがやっぱ強いなと思うのと、うん、やっぱ西武はねもう少し勝てるはずだから、はい、まあ、頑張ってほしいと思います。はい、はい、まあロッテも上がってきたし ね次は DeNA とヤクルト、はい、巨人広島、はい、中日阪神、お、はい、楽天ロッテ、はい、西武ソフトバンク、はい、オリックス日本ハムというようなカードですね、はい、まあ、そうだね、はい、はいはい、まあどうなりますかね、はい、はい、またお伝えします。はい、はい。